にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、長野県に向かいます。長野県ですよ。久しぶりですね。軽井沢に行った以来ですけど、いつか思い出せないです。でですね、今回は長野県の渋温泉、渋温泉ですよ。念願もずーっと行ってみたかった渋温泉に向かうことにしました。結構遠いんですけど、渋温泉に2泊3日、そして長野県自体には3泊することになるのかな。結構長い旅行となりますので、この先パートいくつまで行くかわからないぐらい動画長いかもしれないですけど、非常に楽しみです。まずはですね、ここから長野県まで、かなりの距離ドライブ楽しみます。てい、なんだろう、今日すごく眠いです。これはもう冬になると眠さ我慢できないぐらい眠くなってきますからね。道の駅で寝ちゃうかもしれない。これは現在山中湖ですね。真っ暗で何も見えないと思いますけど、眠すぎてさっき道の駅すばしりさんで2時間ぐらい寝ちゃいました。気持ちよかったけど結構時間がなくなってきたんで、ノンストップで行くことになっちゃうかな。多少時間に余裕は作ってきたので、睡眠を優先で、無理のないドライブをしようかなと思っておりますので、ここからまたしばらくドライブです。本気で忘れるくらいなら、先生はあなたが思うより健康です。現在長野県の上田市に入りましたね。結局下道で来ちゃいました。もう300キロぐらい走りましたかね。楽しくて楽しくて、もう景色真っ暗で見えないんですけど、なんか楽しくてですね、このまま下道で行けちゃいそうですね。ちなみにですね、現在朝の6時でございます。まだそんなに明るくなんないんだね。この後コンビニ行って朝飯食べて、渋温泉行くのちょっと早すぎるんで、観光をどこかしてみようかなと思いますので、コンビニで考えます。お腹すいた。やべえ、すげえいい道だ。山もね、紅葉がかってきてますね。コンビニ着きました。徳良って読むんですかね。こちらのコンビニで、朝ごはんをいただきながら次の目的地を決めます。長ネギのね、味噌汁が楽しみなんですよね。しみそう。目的地決めました。渋温泉に向かう前にですね、日本三大そばの一つである戸隠そばを食べに行きます。そしてその前に、近くにある鏡池と戸隠神社に余裕があれば行ってから渋温泉に向かう流れを取ります。その途中で眠くなったら仮眠取る時間も取りたいかな。いやー、長野最高だわ。空近いわ。紅葉すごいわ。うおー、晴れてきたぞ。奇跡だ。このまんま晴れてくれ。長野駅近辺に着きました。善光寺も近いですね。善光寺一度行ったことあるんですけど、丹波島橋っていうんですかね、すごいね渋滞。あれ左車線がバス専用車線になるのはいいけど、びっくりだわ。ちゃんと皆さんそれに従ってるっていうのが驚きですわ。なかなか見ない光景。あと30分ぐらいで、もっとかもうちょっとかかりますね。鏡池着きますので、こっからドライブはきっと楽しくなるはず。戸
久市に行くまでの道がすごい山道なんですけど、あと12キロもあるし、もう何十キロもずっとこの山道来てますが、これ登ってまで行く価値があるぐらいの蕎麦食えるんですか、これは。戸隠村ですかね、これは。明らかに小学校とか中学校とかあったんで、集落に着きました。たまらんですよ、この雪国の屋根ね、特有の形の。さあ、もうそろそろ着きますねって言っても、あと10キロ。マジ？着きました。なかなかすごいとこにありますわ。で、平日の朝、今9時前なんですけど、もうすでにたくさんのお客様がいらっしゃいますね。うわー、びっくりですわ。でね、電波がないんすよ、この後。電波がないからナビが使えない。池の目の前にですね、どんぐりハウスというお土産屋さんなのかな、飲食店があるみたいですね。まだやってません。さあ、着きました。こちらが鏡池です。すごい。あの、御射海池って蓼科の近くにあるとこにも行きましたけど、これはすごいわ、こっちの鏡池。もう少し近くで見てみますか。反射してますね。反射してますよ。これもう紅葉は、だいぶ枯れちゃってるか。奥の方にまだありますけどね。いやー、神聖な空気、これはすごい。鏡池出ました。もう神聖な空気でなかなか喋れなかったですけど、空気がうまかった。今からですね、戸隠神社に行ってみます。まだ時間が9時ぐらいなんで、そばも食えないので、そこで1時間ぐらい見れたらなと思います。これただ週末祝日この道考えたら、すれ違いがね、なかなかきついので、なかなかね、来づらいぞこれ。駐車場着きました。では中へ入っていきます。でかー、でかいよこれ。神社の周りの参道を歩くのが楽しみなんですよね、神社を見るよりも。正直まだお店やってないですけど、歩いてみますか。あ、うずら屋さんってここ行きたいんですよね。ここ大人気なんで行ってみたいんですよ。いいですね、この観光地感は。どこ歩いたらいいかわからない。もう周りがほとんど戸隠そばのお店ばっかりなんですよね。で、一応調べて、まあ、有名なところに行きたいなとは思ってるんですけど、平日だけど混むのかな。あ、これ遠いな。結構歩けるわ。すごい広い。
さすがに今回は御社行くことができないので、この注射だけ見て、戸隠しそばを食べて、渋温泉に向かいます。いよいよ楽しみにしていた戸隠しそば、うずら屋さんの駐車場に停めたんですけど、もう開店前からすでに駐車場が埋まっておりまして、失敗したな。まだ20分ぐらいあるんですけどね。これ並びそうだな。ごちそうさまでした。戸隠そば食べました。帰りに見つけた木が、すっごい綺麗、見て、真っ黄っき。ごちそうさまでした。戸隠そば食べれてよかった。もう本当に混みすぎてて、むしろ車止めれただけでもラッキーなぐらいでして、いやこれね、週末は週末祝日とか食べれないんじゃないかって思っておいた方がいいかもしれないぐらい混んでまして、車のすれ違いも相当厄介だったし、駐車場のね、もう譲り合いというか、その争いもねひどかったっすね。まあぜひ機会があったら戸隠そば食べてみてください。本当に美味しいので、さすが日本三大そばですね。あとそう、うずら屋さんなんですけど、名前を最初に書いておいた人も勝ちでしたね。私たち相当早く着いてたんで、そもそも書いてれば速攻入れたんですけど、もうそこから50分ぐらい待ちましたね。書いてなかったんで、もう9時半とか9時ぐらいに書いてる人いたのかな、名前。予約をその段階でできるみたいで、それを忘れなければ結構早く食べれるかもしれないです。というわけでですね、この後ついに渋温泉、念願の渋温泉に向かいます。動画もだいぶ長くなってきてしまってますので、この辺で一旦、動画を分けさせていただきます。ではまた渋温泉編でお会いしましょう。バイバーイ。